私あゆ太郎ラケット買いたいと思います。マジか。どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。それとみどりです。はい、お願いします。お願いします。今こちらのジオブレイク 70S の、まあ、あの白色っていうんですか、このホワイトを使ってたんですけれども、あの何に変えるかと言いますと、こちらドーン。これわかります？ 70S って書いてそうなんですよ。こちらもなんとジオブレイクの 70S なんです。新色？って思うじゃないですか。違うの？新色じゃないんです。こちらニューバージョンです。なんか小文字とかが入ってるとかじゃなくて、ネオとか2とかついてないですマジか。なんで買えなかったんだろうって多分みんなも多分思ってると思う。めっちゃ思った。このジオブレイク70っていうのをなくしたくなかったなと思います、名前を。あー、そういうことね。あゆ太郎70とかでもよかったと思うんですけどねジオブレイク 70S、まあ、これ情報はもう解禁してるんですけれども、まあ、実は僕先日ちょっとこれ前後するんですけれど、全日本ミックス使ってきました。おー、めちゃくちゃいいです。で、何が変わったかっていうと、まずこのヘッドの部分見てください。なんか分厚くなったっ。そうなんですよ。ここになんかちょっとカスタマイズされてるんですよ、ね、ここがちょっと出っ張ってるの分かりますかね。はい、ここがちょっと重くなってる、ヘッドが少し。あ、そうなの。はい、で、こっちのグリップエンドのこの下、この金色になってるっていう。金色だね。こちらも少し重くなってる上も下も。そうなんですよ。銀色から金色に変わりました。こちらのフレームの部分、ここの部分がまあ少ししなりがアップしてるという。あー、ここのもっと動くよ、はい、で、このフレーム自体はなんか軽くなってるらしいんですね。しなりがアップしてるということで、うん、まあそんなような作りになっております。あとジャイロバーストシステムついてるのとか多分あると思うんですけど、うん、ジャイロバーストシステム 2.0 っていう名前がついてます。前回と同じくジャイロバーストついてるんですけれども、あの前回のジャイロバーストシステムより少し動きの部分が細くなってるっていうんですかね、その制限がかかってる、可動域が狭い、狭い分、まあ、よりブレが少なく狙ったとこに行ける。ただボルトレイジほどのカチッとはしてない、まあ、根元が太くてこのグロメットがどんどん細くなって、ちょっとこの可動域が少なくなってる感じですかね。ちょっとじゃあ打感は硬くなる。あ、なんか僕打ったんですけど、ちょっとやっぱ硬く感じる。あ、そうっていうのもそうなんですが、どっちかというと打ち応えがあるって言った方がいいかもしれない。あー、なるほど。なんか打った時にバンっていうしっかりバチッとくる。今までだとこのボイーンっていうかこのグッというのがあったんですけど、それが少しなくなってる感はあるんですが、はい、だからこの昔というか、まあこちらのジオブレイク 70S のこのグッっていう感じが少しなくなってるかもしれないです。だからその分打ち応えがあって、この狙ったところに正確にパチンといくようになるっていう感じですかね。はい、じゃあ早速こちらでね、まあ、ランダーしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、お願いします。レッツゴー、あゆ太郎チャンネル。
ゆりかろうチャンネル。よっしゃ、よっしゃ、非常にいいです。いや、いつもより弾道が低くて、ね、非常にいいです。いつもよりこう下からギュッというより少しちょっと直線的に本当に狙ったところにパーンって出すようにしたらだいぶ良かったですね。ちょっとストリング僕緩くしちゃったんですよ。いつも24から24、5、6あたりなんですけど、まあ、夏が26の冬が24って形なんですけど、これ大会と全日本ミックス、先ほども言ったように全日本ミックス当日に使い始めて、ただこの感じだったら少し僕固めでものがいいかもね、いいのかなって思いました。これから僕これ使おうと思いますので、これが7月中旬あたりかな発売すると思うので皆さん楽しみにしてください。ジョブレイク70です。ということで、この動画がいいなと思う方はグッドボタンします。この動画がそのにくらいなと思う方もグッドボタンします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。指導、企画、バラエティ、ソフトテニスの全てを詰め込んだ YouTuber あゆ太郎。その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。